ぬきちチャンネルです。おはようございます。たぬきちでございます。今日はですね、じゃじゃん。じゃじゃんじゃないですけど。いつもの六尺運動し、今日はね、白の無地の六尺運動しを締めていきたいと思いますので、どうぞお楽しみにしてください。それでは早速締めていきたいと思います。まず、六尺運動しの端を加えていきます。で、これね、股に通していきます。よいしょ。こう。股に、じゃあ、通していきます。よいしょ。で、ね、この腰骨の上の位置に来るように調節してください。で、後ろ向きます。これね、今ちょうどいい長さのね、大丈夫なんですけれども、もし長かったり短かったりした場合は、こうやってまた長さをね、こう調節、上下して調節してください。今回はね、ちょうどいい。で、調節して、下から上と、で、上に、真上にね、引っ張ってあげると締め加減調節できるので、お好みの調節加減にしてください。調節加減お好みの締め加減にしてください。で、下から上へと1で、これ、ま、ねじったらですね、一回内側にちょっとこうキュッとやるとね、締まり具合がよくなります。3回ね、ねじっていきます。そしたら、まだね、この段階って前袋のところがですね、ちょっとゆるゆるの状態なんですね。なので、しっかりと下から上へと引き上げましてですね、で、ギュッとテンションかけたまま、今度上から下にもテンションをかけて股にくぐらせます。そうすることによって、この前袋がピチッとなってですね、かっこよく締め上がります。最後に左から右に行くときに縦密に運動しをくぐらせます。これ回数はお好みでいいです。今回だいたい2回とか3回でねじってます。で、最後左の横下から通して、右に通して、3回かな、なんと。はい、最後にちょっとね、キュッと強く締めて、完成でございます。いかがでしたでしょうか、六尺運動しの締め方。前はこんな感じです。無地の六尺運動しですね。はい、横です。後ろです。で、横という感じでございます。まあね、日本の魂と言っても過言ではない六尺運動しの締め方、まあ、ほとんどね、今男性で運動しを締められる方少ないのでですね、あ、ちょうど三社祭りも今度のね、週末ありますのでね、ぜひふんどしの締め方マスターして、お祭りなど挑んでいただければなと思います。ね、たぬきちの、チャンネルではですね、チャンネルオンラインショップでは、この六尺運動しを送料込み1000円というね、これね、耳がないふんどしなんですよ。この普通はね、耳を折るんですけど、折るっていうか縫うんですけど、耳がない特別な六尺ふんどしでございます。締め心地もね、すごくいいので、それを赤字なんですけど、制定を考えております。もしよかったら、ご購入いただければと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、いいねと思ったらグッドボタンとチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。今日は六尺ふんどし、白の無地でした。ありがとうございます。また会いましょう。バイバイ。